今日はカレントバディから違うものが届いたので、これ興味あるって聞かれた時におおと思って、そこ動画とかいろいろ検索してみて、ちょっと興味あると思って、はい興味ありますって言ったら送ってくれたの。 Oh my god、 これは Zip Halo ってやつで、なんか肌の張りとかたるみとかをなんかリフトアップしてくれたりとかするやつ。What? もう41なので肌がまあ大丈夫な方なんだけど、ほらほらとかってこれそんなにないし気にしてないけど、ちょっと使ってみたかったの。なんか楽しそうに使ってるね人がいっぱいいて、でこれも送ってくれて、 Yes、 なんかこれ専用のジェルみたいな、クリームみたいなやつ、ジェルと使ってトリートメントやる感じで、これのアプリがあって、なんか超ハイテクなのね。いや、アプリをダウンロードして、とりあえずここになんか載せとくね。なんかいろんな日本語が、私ちょっとわからない日本語がいっぱいなので、ホームページ見て読んでください。 Yes、なんか英語だったらわかるけど日本語に訳せない。Hold on。アプリダウンロードして、なんか Samsung、Android と Apple、iPhone とかにできるって感じで、なんかいろんなトリートメントがあるのね。なんかこのアプリで好きなトリートメント、なんか6分とか12分とか、今日はちょっと4分とかさ、なんかいろいろあって、 Oh my gosh。Yes、 ちょっと開けてみましょう。まだ開けてないので、今日からちょっと1週間2週間とかちゃんと使って結果見せたい、みんなに。ちょっとエキサイティングでしょ。箱がゴージャス、ナイス。開けると、ああここに充電器とこのジェルもついてくる。で、これついてくるジェルは、ちょっとオイルすぎたり、すぎる感じに感じる人もいれば、弱い肌の人、合わなかったりとかするかもしれないので、これも送ってくれた。私肌弱くない方、強い方だと思う。あらの。でも乾燥肌だから、ちょっとオイリーさは嬉しいと思う。いや、なんか、ぬるぬる感が好き。なんか、潤ってますみたいな感じが好きだから。Yes。だけど、これもあるから、ちょっと両方使ってみたい。比べたい。で、ついてくるのは、ちょっと小さめ。で、買うときは、なんか大きめがある。これは違う種類ね。Yes。超軽い。うわ、自分が見える。カメラ。Yes。で、ここにボタンがあって、Oh my goodness! はぁ、へぇうるさいよ。なんか、弱いズーって感じ？なんか、vibration？ おぉ、okay. Oh my god, so excited! はい。夜のスキンケア。これやってから LED マスクやるけ？なんか真面目に使ってんの最近。LED マスクちゃんと。そう。で、使うときにこんな感じで、リフトアップみたいな。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやって、こうやってやってみたいな。Yes。Oh, so excited! 充電中。こんな感じで赤くなるの、充電するとき。ノイス。はーい。帰ってきて、ちょっと外出なくていいので、顔洗って、ちょっとこれからこれ使おうと思ってね。アプリなしのやつで、まずやってから、アプリのでやります。なんか、このジェル。I like it. Okay. Oh my god, okay, 楽しみ。Oh my god. What? Oh my god.
What? Oh my god! Oh my god! 超なんか Oh my god!なんか鳥肌が立つみたいな感じ。オーマイガー、わかる？ビリ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 って。オーマイガー、あピリって痛い時もある。あ、鳥肌が立つ。なんか髪の毛なんか鳥肌が立つ感じ。 Oh my god! 何これ、慣れない？ What? What? Oh my god! 変な感じ。あ、もうおしまい？すいません、もうちょっとやりたいんですけど。うん、なんかピリ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 ってなんか小さいバイブレーションみたいなの。次はこっちの顔って感じでピーってなったらもう一個の半分やらなきゃいけない感じなんだけど、どう？美しくなった？美しい！ Oh my god！ 変な感じ、最初は慣れない。なんか食感じゃなくて、食感って食べる方でしょ？食感じゃなくてその感じ、なんていうの、日本語がわからないけど、それが慣れない。なんか、初めて What? みたいな。なんか小さいビリビリビリみたいな、ブズーみたいな感じも感じるし、ところどころなんか、ピッてみたいな感じの、あの、なんかちょい痛いみたいな感じじゃなくて、ただ、ピッみたいなのが感じる時もある。で、この辺、髪の毛があるところの近くになると、なんか、鳥肌が立つ感じ。それがちょっとなんか、うーみたいな感じだったの。いや、やればやるほど慣れるかもしれないんだけど、不思議！ What? あ、こっちの顔もちょっとやりますか。一応今半分やったけど、これ一回でわかるってわけじゃないからさ。で、なんかティッシュとかで拭いておしまいだって。 Oh my god! Oh my god! Yeah! OK! ジェル拭いた、ティッシュでいい感じ。じゃあ、使って1週間とか1週間半とか後にまた感想言います。 Hello!毎日ちゃんとやるようにと思ってね、サボらずに、毎日じゃない、週3から5回とかなので、ちゃんとやろうと思ってね。ついてきたこれを使おうと思ってね。中顎なくなれ、痩せろよってね。で、綺麗に拭いて。でもなんかさ、肌の色ちょっと明るくなった？若返った？元がいいから。It's the same thing but with like a design on the mask.どうも、外から帰ってきたんだけど、ZIP ヘイロー使って3回使ったんだけど、で、これもついでに使ってるのね。最初は ZIP ヘイローやってからこれをやってたので、よく考えてみたら頭悪いからすいません。顔洗ってスクラブとかちゃんとして、で、これをやってから
Zip Halo やればいいじゃんと思ってそれやるようになったの。で、3回使ったんだけど、Zip Halo。で、気づいたこと。肌がスムーズ。なんか、スムーズ。で、なんか、何？若返ったみたいな。で、持ってる CC クリームがあるんだけど、日焼け止めが入ってるやつ。それ前に買って、で、使ったら、なんか、乾燥するのすごい。で、ちゃんと肌の保湿やっても、なんか、塗り具合が好きじゃなかったのね。で、すぐ乾燥する感じ、この辺とか。なんだけど、最近、それをちょっとやってみようと思って、なんか、ほこりが飛んでる、すいません。それやったら、なんか、塗りやすい。塗った後になんかスムーズな感じ。でも朝塗ったからもう全然多分もう取れちゃったんだけど、でもなんかねスムーズ、肌がちょっとおみたいな。いや、それをちょっとアップデートと思ってね。 I like it yes。 だからちょっとその CC クリーム朝使えるっていうのが嬉しい。私化粧してるみたいな感じな気分も落ちたと思われるんですけれども、はい、Yes, I like it。 でもちろん肌なんか毛穴がなくなったとかするんじゃないよ。肌毛穴とかまだ普通にあるし、なんだけど本当スムーズで、やってから肌の潤いが半端ないから、多分これとかこれ1回使った、あとは全部これ4回も使った、私覚えてないけど、これ普通に好き。 I like itはーい。あれから1ヶ月経つんだけど、今日6月20日、Halo Zip、違う、Zip Halo を使ってから1ヶ月経つ。で、こっちの方をよく使ってたの。結構使ってたの。で、たまには、こっちの方も使ったんだけど、どっちが好きかというと、なんか、こっちの方がオイリー感がある。こっちの方が、これよりもオイリーっぽくてニュルニュルしてる感じ。Yes。で、私乾燥肌だから、乾燥肌 ?I think so。いや、この辺が乾燥肌。だからそっちの方が好き。なんだけど、とりあえず、乾燥、ビフォーとアフター見たんだけど、ここのたるみっていうの？この線は変わってないような気がする。だけど変わったのが、肌の色が全然違うって気づいた。なんか、おみたいな。超、even。なんか、ここのなんかもうちょっとダークだったし、この辺ももうちょっとダークだったんだけど、それが全然違うって分かった。なんか今見てて、なんか多分肌の血管の通しじゃなくて、なんていうの、サーキュレーションが良くなった。あとはなんか表面なんか使って3回か4回の時、その時はもう使って1週間とかだったっけな、なんかCC クリームの日焼け止めみたいなやつ、なんか色がついてる日焼け止めがなんか綺麗に塗れるって言ったじゃん。で、なんかカレントバディのスタッフさんと話してたら、なんか表面のが違う感じの結果が出るまでがちょっと時間がかかるんだって。日本語変だね、ごめんね、わかるなんかそれは時間かかるけど、私はそれがすぐに分かったからよかったねって。いや、で、塗りやすい、なんかファンデーションとかね、ファンデーションじゃなくてその CC クリーム、色がついてる CC クリーム、日焼け止めが入ってる CC クリーム、 Yes。 だからしばらく使って表面肌質が変わったって分かる人がいるけど、私は結構すぐ分かった。なんか潤ってていい感じだったので、使って何回かの後になんか肌がコラーゲンをどんどん出してくれて、
で肌がプルプルになるみたいな感じで、それ確かに分かった、気づいたの自分でも。それで多分なんかうふーみたいな感じいや肌普通に超綺麗じゃん、余るちょっといい感じじゃないですかってね。前よりは肌が綺麗でしょ、別に前は悪いってわけじゃないけどさ、でも I like it。 いやなんか肌の悩み特にないのね、くすみって言うんだっけ、なんか この後とかそこまで気にしてないし、シワ別にこれあるんだけど別に気にしてないし、ただの悩みは乾燥がいつも悩んでるやつで、ちゃんとさ毎回スキンケアとかサボらなければいいのに、いつもサボったりとかしてるからさ、調子に乗ってこれで、あ肌いい感じってサボってみたいな、いやだから良くないんだけど、今回はみんなのために1ヶ月間ちゃんと使ったで、まあ週3回使う時もあれば、調子に乗って週5回の時もあった、いやはい、なんか決めてない、別に何曜日に使うとかで、なんか変な感じとかってやってたのね最初、本当に変な感じだと慣れない感じ、それが慣れてなんかマッサージみたいな感覚でリラックスしながらやってたので、なんか2分2分だっけ、1分1分だっけ、2分2分か、それがなんか短く感じるのね、だからもうちょっとやりたいって感じで、もうちょっとやろうみたいな感じでやってたので、アプリ見ながらもやった時もあれば、リップトリートメントとか目の下のトリートメントとか、なんかむくみのトリートメントとか、なんかいろいろあって、それでなんか調子に乗ってその日この日は何しようかなみたいな、でもめんどくさい時は普通の2分のトリートメント、ただこうやって通して、で押さなくても OK、 私押してたの最初なんだけど、通す感じこうやって上に行く感じだけで OK。 いや、はい、おすすめ、なんかちゃんと続ければおすすめ。あと LED マスクもぶっちゃけめんどくさくてやらなかった時もあるんだけど、これを中心にやってたのだけど、これもちゃんと使ったりとかもしてた時まあまあ多かったいやだけどこっちの方がちゃんと中心にしてこれを使ってたの。はい、でおすすめなのがアプリ見ながらちょっと楽しくできるっていうのもおすすめだけど、私みたいにレイジーになった時はただこうやって通すだけで OK っていうのもいいと思った。なんかわざわざアプリじゃなきゃダメってわけじゃないから結構簡単にできるで、yes、ビリビリって なる感じ、最初は変な感じだったけど普通になれる。いや、あとでもなんかニキビ跡で傷こうやって引っかいちゃったりとかしてこれやるとピリってなるから、それを気をつけた方がいい。I like it。 いろんな人のビフォーとアフター見てて、なんか本当におばさんたちとかさ、肌がちょっとたるんでるおばさんたちが結構引き締まってていい感じで、私そこまで別にたるんでないからそこまでなんか違うって感じで分からなかったけど、色が綺麗になったでしょ、それがちょっとおーみたいな。じゃあカレントバディこれ送ってくれてありがとう。Oh my god、 楽しかった。なんか最初は変な感じだったけど、なんかどんどん楽しくなって、とりあえず概要欄にホームページとクーポンコードとか全部載せておくのでチェックってみてください。Yes. 元がいいから余る。綺麗。待ってね。バイ。